警察によりますときょう午後1時10分ごろ御殿場市新橋の市道で車とバイクの事故があったと通行人から110番通報がありました現場は信号機のある交差点で北に進んでいた軽自動車と東に進んでいた原付きバイクが衝突し原付きバイクを運転していた男性が頭などを強く打ち病院に搬送されましたが意識不明の重体です軽自動車を運転していた36歳の女性にけがはありませんでした 現場は JR 御殿場駅につながる見通しの良い道路で警察は事故の原因を詳しく調べています。